朝日風呂かな。ありがとう。また寄ったね。うん、僕はあれ YouTube でね、バイク自動車部門で再生回数が一応世界一ない。あ、そうなんですか。うん、1億6千万回。すっげえ。そうそうそう。で、それで世界中から来てくれる。あと、あの、川崎の4発やったらね、Z1 乗ってるよ。え、そうなんですか。あと、目黒の250とね、コルサ刀って言うて、世界に8台で日本に2台しかないフルカウの刀とか。あ、いや、カブ、これ何年モデル？カブ、これは2002年モデルです。何 cc？ 90です。今日どっから来はったん？今日は、大阪の本田林から。でもこれ、エナミナンバー？これはあの愛知県なんですよ。僕、出身が愛知県なんですよ。はい、コーナンっていうの、エナミっていうの？コーナンって言います。あ、はい、なるほど。エンジン音聞かせてもらえるかな。はい、まあ、でもノーマルですよ。うん、おー、ええ音鳴ってるやん。エンジン音、イオンなしでやっちゃな。ちょっと冷めてるもんですから。この、で、これで、どこのメーカー？これは川崎です。なんていうバイク？ W400 です。何 cc？ 400です。あー、何年モデルよ？これは、実は、7年ですね。2007年モデル、はい、オッケー。エンジン音聞かせてもらえる？はい。どこのマフラー？これ純正ですね。純正か、形してるな。はい、おー。気付けて、機嫌見ておいでよ。あ、ありがとうございます。楽しんで、またお会いしましょう。気をつけて。よし、行けるとおりです。次またおいで。いつでも見せるから。またご飯食べておいで。うちは名物が多すぎてね。日本で一番最初にダチョウの料理やったお店でも知られてる。で、関西で今ご当地バーが流行ってるやろ。一番最初にやったうちや。そうそうそう。そっちから。はい、すいません。あらい。